トミーリー・ジョーンズはアメリカ合衆国の俳優。1993年の逃亡者でアカデミー助演団優勝を受賞したテキサス州出身。父親は油田で働き、母親は警察官。高校卒業後、家計を助けるために父親の働く油田会社に就職。傍ら寝るまも惜しんで独学で勉強し、1年後、奨学金で ハーバード大学英米文学部に進学。この時点の夢は文学と演劇の教師になることで、大学では演劇部に所属していた。両のルームメイトに後の副大統領となるアルゴアがおり、その後も進行が続いている。文学と演劇を教える教師を目指していたが、次第に舞台に立つことを夢見るようになる。大学卒業後、ブロードウェイに憧れてマンハッタンへと出る。 そこでは小さな食堂で皿洗いの仕事をしながら稽古に励んだ。そんな時に友人と受けた映画のオーディションに合格し、1970年ある愛の宴、で映画デビューした。しかし、同映画の制作元パラマウント映画の上層部から顔つきがきちいとクレームがつき、映画自体は大ヒットしたものの苦い映画デビューとなった。その後はしばらく役に恵まれず、 下積みが長く続き、ある愛の歌の次の出演作は、ライフスタディという低予算作品だった。同作まで3年間、映画の仕事がなく、その間は最初の妻であるジャーナリスト、ケイトラードナーに養ってもらっていた。1980年代は、テレビ出演が主で、映画は出演しても脇役だった。しかし、JFK や沈黙の戦艦出演の頃から注目されるようになる。 1993年の逃亡者では、ハリソン・フォード演じる、キンブル医師を追い詰める、捜査官役で、アカデミー助演男優賞を受賞した。以降、主演作品に恵まれるようになる。1997年、メイン・ブラックの契約に抜擢される。監督によると、彼は大真面目に演じていてもどこかコミカルだったのが、決め手とのこと。 このことについて本人は不本意だったというが、映画は続編が作られるほどのヒットを記録し、K はハマり役の一つとなった。また同役は映画の公開から数年を経て、観光ヒーボスの CM において本人出演でパロディ化された。その経緯は口述の通り。1999年、京都の老舗で日本屈指の宿である田原屋旅館が火事になった時、 偶然宿泊していた。沈火後、火事が消えたのなら、あの部屋に戻りたいと言い、周囲を困惑させたとする逸話がある。2005年には、自身が監督、プロデュース、出演した、メルキアデス・エストラーダのサンドの埋葬で、カンヌ国際映画祭男優賞を受賞。2006年4月からは、日本国内において、サントリー缶コーヒーボスレインボーマウンテンの CM、宇宙人。 ジョーンズの地球調査シリーズに出演。毎回日本の様々な職業に潜入するというストーリーで2019年3月現在13年目を迎える長寿 CM シリーズとして定着している。2011年4月からはサントリーグループによる東北地方太平洋沖地震復興支援として坂本 Q のヒット曲である上を向いて歩こう見上げてご覧夜の星を 両曲を同社グループの CM 出演者、総勢71名が、リレー方式で歌う企業イメージ CM にも出演、歌声も披露している。2012年8月からは、ボスコーヒー20周年とソフトバンクモバイルのプラチナバンド開始の共同キャンペーンの一環として、宇宙人ジョーンズとシラトや両シリーズのコラボレーション CM にも出演している。2012年、 メインブラックさんのプロモーションワールドツアーで唯一日本だけに参加し、私は本当に日本が大好きで日本に来るのはいつも幸せ。本当に美しい国ですし、私にとっては第二の故郷。ファンがいるということはあまり意識していませんが、こうやって皆さんにお会いでき、本当に嬉しく思いますと自らの日本好きを語っている。 また2013年にも終戦のエンペラーのプロモーションで来日、歌舞伎座を訪問し、10年来の歌舞伎のファンだと語った。娘のために集めているという浮世絵も趣味としており、月岡義都の月百姿を34作まで収集しているという、好物の日本料理は鮎の塩焼き。ありがとうございます。